さあ、ベビーヨーダの絵を描く時間よ。了解。まずは頭を描こう。でも一番大切なのは目だからな。よし。あ、すごい。私も色塗りしていくわよ。ほら、見てる？あれ？もう時間なの？早くひっくり返さないと。お兄ちゃんのはすごいけど、私のも悪くないと思うわ。やっぱりお兄ちゃんの方が上手ね。ベビーヨーダも気に入ったみたいよ。さあ、優勝者のもとへ行きなさい。やった、勝ったぞ。本当に来てくれたんだな。かわいいな。最高だぞ。見て、綺麗なお人形さんでしょ。素敵ね。気に入ってもらえたみたいでよかったわ。でもこれはケーキなのよ。ほら、レインボーになってるの。さあ、絵を描き始めなさい。シルエットはできたわ。今度は何を描こうかな。よし、僕の方が早いね。あと少しで色塗りが終わるんだ。え、ピンク？いいよ。助かった。さあ、時間よ。早くひっくり返しなさい。こそこそしてないで出来上がったものを見せるのよ。ちょっと、そんなのプリンセスじゃないでしょう。ダメよ。あら、似てるわね。よく頑張った。優勝おめでとう。やった。この大きなケーキが私のものなのよ。ダメ。あっそう。いいこと考えた。ねえ、呼ばれてるよ。騙されたな。おいしいな。本当に最高だ。ちょっと、何してるの？そんなことならケーキを詰まらせなさい。やってくれたわね。もう我慢の限界よ。人生とお別れしなさい。えい。おいしい？楽しかったわね。何ふざけてるの？早くこっちを見なさい。大きくておいしい熊組よ。あら、時計は？あったわ。はじめ。早く始めないと。いい感じだと思う。あとは赤で塗りつぶすだけ。え、手伝いたいの？いいよ。じゃあ私も。あら、うまくできたわね。よく頑張ったわ。時間が終わりそうだからひっくり返そう。 1,2,3。 あー、素敵。何ができたのかしら。なんだか弱そうね。あら、そっちは強そうなクマさんね。優勝おめでとう。やった、ありがとう。食べてみたい？一緒に噛もうよ。わあ、美味しいな。もっともっと食べたい。なりとも、起きなさい。次の景品よ。ふわふわしてるでしょ。気に入ったなら早く描きなさい。はじめ。最高なウサギを描いてやるからな。正しい色を選ばないと。私だって負けないからね。大切なのはアウトラインからはみ出ないこと。その中だったら別に混ぜてもいいのよ。なに？時間なの？わかったわ。じゃあひっくり返すわよ。あー、面白いね。私のは可愛くできたわ。勝つのはどっちかな。あら、恐ろしいわね。でもそっちは可愛くて本物みたいよ。よく頑張ったわね。ウサギをあげるわ。撫でてもいいよ。あら、私の毛糸を盗んだのは誰かしら。今度の景品は空飛ぶユニコーンよ。さあ、始めなさい。そんなのたったの5秒で書いてあるさ。ほらね、あとは色を塗るだけだ。お、黄色を使うの？いいね。
角と髪の毛に使おうっと。そして今度はピンク、いくぞ。完璧だ。気持ちいいわね。あら、時間よ。何ができたの？もうひっくり返してるのね。我慢できないから早く見せてちょうだい。あら、恐ろしいわね。その子は可愛いわ。ユニコーンだってすぐに分かったわ。これは優勝者即決よ。さあ、飛んでいきなさい。こっちに飛んでくる。やった、キャッチしないと。イエーイ、かわいいわね。この鳥さんを見て。お友達になりたいなら早く始めなさい。準備ならできてるよ。ええ、キジ。アングリーバードみたいになったぞ。誰よりも最高な絵を描いてやるから見てて。アウトラインはできた。眉毛と目が描けたら塗り始めようか。くちばしは黄色、目は白、残りは赤だ。簡単だな。そろそろ時間も終わるみたいだし、ひっくり返そうか。自分のがあるよ。おお、僕の方が上手にできたな。そんなに落ち込むなよ。あら、時間じゃないの。出来上がったものを見せてちょうだい。ちょっと、お題に似てないわよ。あら、よくできてるじゃない。名前の通り、怒ってる鳥ね。さあ、もらって。やった、見て、可愛いパンダでしょ。中にはお菓子が入ってるのよ。さあ、始めて。じゃあ、見てろよ。パンダを描くときに大切なのは顔のパーツさ。今度は白で塗りつぶしていこう。パンダは白黒でよかったな。そろそろ時間よ。終わり。ちょっと、何ふざけてるの。早くひっくり返しなさい。早く早く。何ができたの。何も見えないわ。あら、怖い顔ね。私のパンダちゃんに似てないじゃないの。あら、そっちは似てるわね。よく頑張ったのが伝わるから景品ももらいなさい。やった、見て、お菓子がたくさんある。リュックだってすごくかわいいわ。どう、気に入った？待ちなさい。そんなにお菓子を持ってどこに行くつもりなの。お菓子は持ち込み禁止よ。絶対に渡さないさ。あら、私が大好きな妊婦さん。あ、いいこと考えた。絶対にお菓子を持ち込んでやるぞ。あれ、誰が寝てるんだ。じゃ、変身するから見てな。長い髪の毛とメイクと女の子の洋服でバッチリだ。すごくかわいいでしょ。ワンピースの下にリュックを隠したら準備バッチリさ。じゃあ行ってみるぞ。洋服を貸してくれてありがとうね。お医者さんが待ってるわよ。きっといいお母さんになるわね。あら、お腹を触っていい？ダメ、もうすぐ生まれちゃうの。ああ、よかった。お医者さんはどこ？何かの間違いじゃない？イメチェンしたんだけどどう？ビービー、僕だよ。はじめは看護師さんに通してもらえなかったんだけど、僕は頭がいいからお菓子を持ち込むことができたんだ。はい、私もいい？ちょっとだけ。もちろん、分けてあげるよ。ウィンクスは好きかな？ビービー、チップス食べる？早く退院できるようにたっぷり食べな。はい、待ちなさい。それは何？コーラ？募集するわよ。大変、誰かしら？重症みたいね。 TikTok を見すぎたんだよ。早く手術をしないと。
まだ若いのにそんなことになっちゃって。誰それ？私のブライアン？どうしちゃったの？ブライアン、お菓子を持ってきてくれるんじゃなかったの？大変。騙された？僕は生きてるよ。さっきのは冗談。おかげさまでお菓子を持ってくることができたんだよね。みんなで一緒に食べよう。ジェーンも。はい。世界一最高な彼氏よ。みんなも協力してくれてありがとう。チュッパチャップス最高。全部フィービーのためさ。全部全部食べていいよ。よし、自撮りしよう。わあ、よし、似合ってるね。これで問題なく通してもらえるはずさ。静かに、交代の時間だよ。少し休んできたらどうだい？ What？ 同僚なんかいたっけ？まあいっか。お茶でも飲んでくるわ。あ、騙されたね。欲しい？いいよ。でもこれから起こることを誰にも話さないでくれよ。じゃあフィービーに持っていこう。おいしい。フィービー、またお菓子を食べてるのかな。お仕置きはもっとたくさんのお菓子を食べることだ。こんなに持ってきたよ。あ、ブライアン。はい。またお菓子を持ってきてくれたのね。やっと大好物を食べることができるわ。ブライアン、看護師、すぐに分かったわよ。ついていきなさい。あ、お菓子が。バイバイ。待って、捕まえてやるわ。顔は覚えたわよ。バイバイ。もう呆れたわ。頭が痛くなってきた。で、今回はどんなお菓子？没収よ。抵抗しても無駄だからね。やあ、ミア、今日はこんなに素敵な日なのに、なんでそんなに落ち込んでるんだい？お昼ご飯だから、何かあったら食堂まで来てね。お、白衣か、使えるね。お医者さんの制服は似合うかな。お、いいね。僕もお医者さんになればよかったな。これでフィービーのためのお菓子が持ち込めるね。じゃ、行くぞ。あ、先生、待って、すごく頭が痛いの。大丈夫だよ。え、薬？分かったよ、すぐにあげるから。チョコレートしかないんだけど、どうしよう。 M&M's とかどうかな。薬に似てる？意外にバレない可能性だってあるよね。ありがとう。え、M&M's みたい。見てみないと。ちょっと待って、お菓子じゃないの。その中を見せなさい。逃げたわね。条件は覚えてるよ。ミア、患者さんだ。インスリンショックになっちゃったんだよね。何これ、お菓子だよね。ちょっと待って、ほらやっぱりお菓子じゃないの。本当はお年寄りじゃないんでしょ。ほらね、早く逃げないと。どんなニュースがあるかな。あれ、誰これ、まさか大金持ちの石油王？やあ、可愛い子ちゃん、新しい妻を探してるんだよね。ドバイ？トルコ？どこでもいいから早く行きたい。うまくいったぞ。気づかれないうちに通らないとな。いや、可愛い子ちゃんたち、新しい妻を探しに来たんだ。え、何してるの？面白いわね。こんなところで妻が見つかるわけないわよ。僕はブライアンだよ。またまたお菓子をたくさん持ってきたから早く食べな。最高な彼氏ね。どれも私が好きなものよ。ジェーン、何してるの？でも似合ってるわよ。面白い。どんどん食べましょう。フィービーが大好きなポテチを持ち込まないとだな。ちょうどいいことだって考えたぞ。パッケージを袖に入れて、本物の手の振りをすればいいんだ。そして偽の手、バレないといいな。じゃあ骨が折れた振りをするぞ。
痛いよ、骨が折れた。ほら見て、何も感じない。早くお医者さんに見てもらって。すごいリアクションだな。初めからこうすればよかった。僕の手が何も感じないよ。ビービーにお菓子を持ってくるために骨を折ったんだ。見て。あ、何してるんだここで。辛いよ。いや嘘だ。手が。お菓子のために手を外したんだ。うまくいったな。ビービー見てよ、大好きなチップスだよ。ほら出てきな。手が折れたふりをして持ち込んだんだ。看護師さんなんか気絶しちゃったんだよ。ほら食べな、ジェーンの分も残ってるね。キャッチして。あれなかなか入らないね。わかった、ちゃんと入れてあげる。本当に頼りになるわ。何が食べたいの？まずはパスタが食べたいの。作ってくれる？やった、おいしいパスタをよろしくね。まずはパスタの生地から作るわよ。大好きな孫の料理に市販のパスタを使うわけにはいかないでしょ。ゼロからこの手で作るの。慎重に切っていくわよ。小麦粉をかけるわよ。そして沸騰したお湯で茹でるだけね。おばあちゃん、そんなのつまらないよ。専用の機械を使っていいよ。嫌なの？そう、じゃあ私が100倍も早く作ってみせるわね。中に生地を入れてスイッチをオンにすればいいだけなの。あっという間に綺麗なパスタができるわ。今度はトマトペースト。あれ？なんで開かないの？おばあちゃんも開けられないの？ちょっと待っててね。そうよ、私のおばあちゃんに教わったライフハックを使えばいいの。さあ叩くわよ。おばあちゃん、私が手伝ってあげる。ほら、これで簡単に開けられるの。じゃん。私もテープを使ったライフハックを知ってるわよ。テープはどこにでもあるから手軽でしょ。ほら、今からすることを見てなさい。あっという間にトマトが半分に切れるのよ。じゃん。これは魔法じゃないわよ。さあ混ぜていきましょう。すごいでしょ。私だってすごいものを持ってるわよ。これでおばあちゃんみたいに一瞬でトマトを切ることができるの。おばあちゃんはお皿を2枚使ったけど、私はこれさえあれば切れるんだ。どう？すごいでしょ。最近はいろんなものがあるわね。あら、このモンスターは何？化け物じゃないの。早くどこかへ行きなさい。あら、何よこれ。これは私の。私の代わりに混ぜてくれるんだ。すごいでしょ。おかげで何も焦げないの。あ、綺麗なパスタね。さあお皿に移していくわよ。そして上からトマトソースを和えるの。できたわ。ブリトニー、それは何？What? スパゲッティを自動的に巻いてくれるフォークだよ。すごいでしょ。時間をかけずにパスタを移すことができるの。完璧。置いておこうっと。そして真ん中にトマトペースト。いい感じでしょ。エマ食べてみて。あー、どっちも美味しそう。早く食べてみないと。大好きなトマトだ。美味しい。パスタはどうかな。うん、うん、美味しいね。気に入ったよ。いいねを押してあげる。おばあちゃんのパスタはどうかな。見た目が違うね。うーん、まあまあかな。優勝者はブリトニー。やった、勝てるって知ってたわ。私が使う道具は最強なの。
今度はピザが食べたい。お腹空いてるから早くして。簡単でしょ。何から始めようかしら。そうよ、ピザの生地ね。使うのは小麦粉よ。あら、やっちゃったわ。何笑ってるの。あら、小麦粉まみれになっちゃったわ。鼻にも入っちゃったのね。今は作業に集中よ。小麦粉の山を作って真ん中に油と牛乳を流すの。いい感じ。さあ混ぜていくわよ。完璧ね。素晴らしい生地になったわ。いいこと考えた。生地だって機械があれば簡単に作れるものなのよ。手で練るよりも簡単だし、手が汚れないの。材料を入れたら始めるわよ。これは油。じゃ、行くわよ。いい感じ。ピザの生地ができるわよ。すごいでしょ。え？機械に負けるわけにはいかないわ。急がないとね。ブリトニーの機械よりも早く生地を完成させるのよ。あら、いい感じ。今度はトマトペーストの出番ね。オープナーを使うわ。すごいでしょ。開いたわ。本でしか読んだことない道具だ。おばあちゃん、時代遅れよ。何でも機械を使わないと。ほら、すごいでしょ。そんなのじゃ愛が込められないじゃないの。ブリトニー、料理は愛を込めてするものなのよ。私はエマが大好きだから自分の手で料理をするの。彼女のためなら手を汚しても構わないわ。変なの。私がチーズを削るところを見てよ。作業が楽にできるところは楽にしないとでしょ。時間は大切にしないとね。ほら、私だってライフハックを知ってるわ。ハムにフォークを刺して包丁で切っていくのよ。綺麗に切れたわ。あとはピザに乗せていくだけね。私だって簡単に切れるわよ。何でも切ってくれる機械があるんだ。じゃーん。簡単でしょ。あとはピザに乗せてオーブンで焼いていくだけね。あ、いいこと考えた。ピザメーカーを使えばもっと簡単にピザができちゃうの。私はオーブンで焼いていくわ。機械なんか信用できないの。オーブンの方が早く作ってくれるはずよ。編み物をしましょう。あ、何なのよ。何してるの、おばあちゃん。これでも笑ってられるのかしら。チェスなんかしたくない。もうすぐピザができるの。あ、時間だね。ピザが出来上がったかどうか確認してみよう。おばあちゃんのピザは美味しそうだね。ブリトニーの方は？あ、焦げちゃってるよ。大変。やっぱりオーブンで焼いた方が良かったね。あとはピザを切ってエマに食べてもらうだけだよ。早く味見してもらおう。おばあちゃんの綺麗なピザとブリトニーの焦げたピザ、どっちが気に入るかな。あー、美味しそう。え、何これ、焦げてるよ。こんなの食べないからね。わー、すごく硬い。ブリトニー、セメントで作ったの。絶対に食べないわ。おばあちゃんのピザを食べようっと。あー、美味しい。チーズが伸びるね。おばあちゃん、ありがとう。本当に美味しいよ。優勝おめでとう。あら、勝てて嬉しいわ。大好き。次は頑張るわ。今度はココアが飲みたい。作ってくれる？すっごく大好きなんだ。準備ができてるなら始めてね。ブリトニーはまた何か企んでるみたいね。私は思い出のココアを作ってあげるわ。使うのは板チョコ。
溶かしていきましょう。泡立て器で混ぜれば早く溶けるのよ。あ、いいね。でももっといいこと考えちゃった。材料をブレンダーに入れちゃうの。牛乳はたっぷり入れないとね。そしてキンダーも。いい感じ。蓋をするのを忘れないでね。あれ？なんでつかないの？変なの。早く。あ、ついた。おばあちゃん、すごい振動なんだけど。助けて。強い。あ、よかった。今度はカップについでいかないとね。まさか普通のコップだとは思ってないよね。冷たい飲み物を入れたら色が変わるの。ほら、綺麗になったでしょ。大成功ね。今度は小さいマシュマロを飾ろうっと。ココアにはやっぱりマシュマロでしょ。ココアの作り方は私が見せてあげるわ。中にチョコレートも入れるの。いい感じね。あれ、型はどこかしら。見つからないわ。ブリトニー、私の型よ。中に溶けたチョコレートを流していきましょう。ハートの形になるのよ。棒を刺して綺麗なお菓子をデコレーションしていくわよ。なんでもありよ。なんて素敵なの。できたわ。あとは凍らせるだけね。そして温かい牛乳とマシュマロを用意しておくの。さあ飲んでみなさい。いいの？やった。まずはこっちからね。かわいい。あれ、何これ。あー、すごい、マシュマロだ。このハートは何かな。どうすればいいの。あー、牛乳につければいいのね。そうすればココアができるの。あー、綺麗な色。早く飲んでみようっと。あー、すっごく美味しい。おばあちゃんの勝ちね。本当？嬉しいわ。ありがとう。